あれ、これは何かの余興？パーティーは終わりよ。ライブラ構成員、スティーブン・アラン・スターフェイズ、ご同行願おうかしら。抵抗するならこの場で殺して持ち帰る。血も肉も骨も存在すべてをね。何の話かわからないな。というかエレもラリーも今日僕が紹介したばかりだろう。知り合いだったのなら人が悪いね。なんてな。呆れたもんだ。問答無用で蜂の巣にしないのはなぜかと思ったが、この僕を生け捕りだと。一体誰だ、その傲慢な命令を下したボスは。私たちが言うと思って？いや、礼を言いたいだけさ。おかげで調度品が壊れずに済んだ。それにベデッドのローストビーフが台無しになるのは我慢ならないからな。こんな場面での強がりは逆に滑稽よ。ワンモーションでも起こしたら即死な自分を受け入れなさい。モーション？攻撃のことかい？そんなの玄関先で済ませたよ。エスメラルダ式決闘法、アグハデルセロアブソルト。血管に氷の針を通されているようだろ。力が気づいて。さっきまで騙されてたよ。君たちはうまくやっていたのさ。だが最後にしくじった。アパートのセキュリティを抜けるため怠米はたいて生体銃を選択したんだろうが、ラリー、君の重心位置は10日前より左にずれてるし、エレン、その生体兵器特有の甘いグリースの香り、隠そうとして強く吹きすぎだ。君らしくもない。香水自体を変えるべきだったね。ということで残念ながら闇に連れて行かれるのは君たちの方となる。